皆さんこんばんは。こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます永松ひかるです。榎本さゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは東京タワーからのお知らせです。原作が週刊少年ジャンプで連載中の大人気アニメワンピース、そのワンピース史上初の大型テーマパーク東京ワンピースタワーがフットタウンにオープンしました。もう行った方っていらっしゃいますか？まだいらっしゃらないですかね。まあこれからぜひぜひ足を運んでみてください。ワンピースタワーにはルフィの記憶をたどるウォークスルーアトラクション、ルフィのエンドレスアドベンチャーなど8つのアトラクションやアクティビティと呼ばれる様々な仕掛け、ワンピースにちなんだオリジナルメニューが常時40種類以上あるブッフェレストラン、サンジの俺様レストランなど、ここでしか体験できないアトラクション、ライブエンターテインメント情報、ライブエンターテインメントショー、限定グッズが買えるショップなど、コンテンツは盛りだくさんです。さらにワンピース原作者尾田栄一郎先生書き下ろしのオリジナルイラストも特別に展示されています。詳しくは公式サイト onepiecetower.tokyo をチェックしてみてくださいね。この後は竹本孝之さんによるライブインタワーをお届けします。それでは竹本さん、よろしくお願いします。竹本孝之ライブインタワー。はい、どうも皆様、こんにちは。竹本孝之ライブインタワーの時間でございます。皆さん、すいません、ありがとうございます、ね、あの東京タワー、ご通行中の皆様どうもありがとうございます。ね、通常ですとね、時間的にはあの17時から、お届けしている、この、プログラムですけどね、今日はちょっと1時間早く、というのもね、なんかあの終わった後に、ね、なんかいろいろあるらしい、そういうなんかあの大人の事情があって1時間ほど繰り上げさせて、やらせていただきます。東京タワー展望台クラブ333より、ね、毎月ね、第4日曜日でございます。まあ、第4日曜日にお届けしている、竹本孝之ライブインタワーでございますけどね、もう3月、22日、でございます。もうじきね、あと1週間ほどで、ね、3月も終わってしまうという、まあ、大体こう私は、私がやってる番組自体が第4週ですから、大体終わる週なんです。なんかこういつもいつも押し迫った感じのね、トークをしなきゃいけないっていうのがちょっと非常に苦しい戦いですけどね、今こうやって私ちょっと若干急ぎ目に喋っとるのは、この後あの出てくるおじさんがあの私より喋るおじさんなんで、ね、あの早速ねお呼びしたいなと思います。工藤忠さん、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。これを使ってください。はい、マイク使ってよろしくお願いします。いや、急にたくさん人いてびっくりしちゃったよ。いやいやいや、忠さん、ようこそいらっしゃいました。あ、ようこそ国交へって感じ。いやいやいや、そういうのはいらないかそういうなんか昭和的なのはいらないです。いや、北海道から来たからさ。いやいやいや、お野森さんなんだから。そうなんですね。すすきの、すすきのというかね。どこにあるすすきのだよ。札幌でね、通常はね、まあ、ボストンクラブという。ああ、はいはい。まあ、クラブですよね。超高級ナイトクラブ。超高級クラブですよね。うん、ビール一杯500円もする。そうそうそう。同じじゃないですか。さほど変わらんですけどね。安いんだよ。そういうね、お店でね。そう、まあ、イエス。通常、まあ、そこでは、私札幌に行った時に、ライブをやらせてもらったりもしたわけですけども、やらせてあげてるの、すいません、ありがとうございます、すいませんね、すいませんね、ありがとうございます、やらせてもらったりするわけです。いや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 、それがね、中さん、もともとね、シンガー、まあシンガーというかね、まあ大学、いや、そうじゃないよ、シンガーソング100円ライターさ、その辺も拾った方がいいですかのようなもの。すいません、その辺も拾っちゃった方がいいですか。yes, yes.ね、というわけでね、今日はね、工藤忠さん、の世界を、ね、まあ、ちょっとね、話をね、ここでね、ずっとやってると、うん、終わっちゃうんで、はいはい、早速歌の準備をやれって、お願いします。はい、取り上げ。
落ち着いて喋るとね、いつまでも喋ってるんでね、中さんがね、これから、だって中さん私の年より、15ほど上ですか。そう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 、15歳上だな。ねえ、もう今年はあれですよ、もうあの虫ですよ。向こうになるんだね、というわけで、工藤中さんのライブをお楽しみくださいませ。どうぞ。喋っていいの、いや歌だけ歌わなきゃいけないのかなとかっていろいろ思っちゃったんだけど、だってリハーサルとか打ち合わせしてないしぶっつけだから。東京タワーはね今日でね4回目来たのは。でもいつも昼ばっかりでね、本当はね5時からの放送だったら夕方でしょ。だからあもしかしたら風景がこう変わっていく様子とか見えるのかなと思ったらダメだよねきっとね。すんげえ残念なんだ、本当に残念だなと思うんだけど、まあそういうわけで、曲だけそういう雰囲気で歌ってみたいと思います。夕焼けという歌を聴いてください。仕事に疲れ。
なんか黙ってあそこに座ってる姿ちらっと見たらね、退屈だなとかっていう感じがしたんでね。いやいや、そんなことない、そんなことない。いや、あの大先輩の歌をすごい聞き惚れてました。寝ちゃダメだよ、はい、ちゃんと起きてないと。まああれだね、僕は自分が歌ってヒット曲ってのは1曲もないんですよ。で、一応この世界ではもう40年以上やってるんですけど、まあ大体そうですね、じゃあどうやってるんだったら人のふんどしで勝負してるようなもんで、フキノトウって知ってますか皆さん。北海道出身のフォークグループなんですね、2人組の。その彼らのデビュー曲一番売れたんですよ、彼らの出した曲の中で。それをなんと僕が詩を書いていたんですね。で、まだフキノトウのファンは全国に、数千人ぐらいいますからその人たちが、僕があなたたちの町に行きますよっていうふうに言ったら一人二人来てくれるわけなんですね。今日みたいに目の前にこんなにたくさんいるなんて本当嬉しいわ。昨日もたくさんいたけど茨城県でまあでもね、竹本君のこの番組にね、出たくて出たくてしょうがなかったんですけど、いつも誘って、いつ誘ってくれるんだろう、いや俺無名だから誘ってくれないのかなとかいろいろ思ったんですけど、ついに来ました。もう嬉しいです。ありがとうありがとう、皆さんにお会いできても嬉しいです本当に。できれば今の歌がふさわしい夕暮れにやりたかったなって何度も言ってますけどね、あんまり長く喋ってるとまた歌う曲がなくなるよっていう感じで心配して見てますから、もう一曲聴いていただこうかなと思います。最近アルバムを出しました。ライブでもいつもやってるんですけど、一番最後に入れた曲がなんと竹本くんのオリジナルを歌っております。でも今日は歌えません、本人にやらないようにって言われてますから。で、その一番新しいアルバムの中の、最後から2番目に入ってる歌が新曲でございます。これは、還暦を、まあ、お祝いするような歌ですね。自分が還暦の時には自分の歌さえも作れなかった男が人の還暦の時に過去に2回も作ってしまいました。そのうちの1曲でございます。歌方という歌を聴いてください。あ？とかって思ってない？タイトルが似てるなって、なんか俺もそういうようなタイトルのものを出したなという感じで、今一瞬ドキッとかしたかもしれません竹本くんが、真似しました。はい、歌方という歌を聴いてください。
海で生まれ海に帰ってゆく水のように」「この星の旅から見れば私の道なんて」旅立ってゆく振り返れば楽しかったことも辛かったことも今はただ思い出心のあるI'm not afraid to die.
ありがとうございます。ちょっとこちらに来てもらってね、じゃあしゃべろうか。あ、ギター清介、ね。もうね、はい、相変わらず、チュさん元気だわ。いや、暑いわ。汗かいて。暑い？だって冬の格好してきてんだもん、俺。いや、ねえ、もう季節はすっかり。春だよね。札幌って、もう雪はすっかり。あ、今年はね、雪少ない。え、少なかった？少なかった。もううちの前は雪ない。雪ないですか？ないよ。札幌市内もないよ。あ、そうなんですか？ないけど、まだね、最高気温がプラス8度ぐらいじゃないかな。あ、うん、1ヶ月ぐらいこう違う感じですかね。そうね、季節でいうとね、桜が咲くのがね、5月のゴールデンウィーク。なるほど、うん、ーゴールデンウィークか、うん、あー微妙だな。私もね、また今年もお世話に6月、なろうかなというふうに思うわけでございますけどね、うん、もう決まってるくせに6月、ね、まだ発表しないんだろ。あ、そうそう、発表しない、発表しない発表できねえも詳細詰めてねえから。そうそうだね。そうそう、まあ、今年もね、あの札幌ツアーとかね、うん、まあ、いろんなところに行くわけでございますけどね、あの中さん、先ほどね虫の中でありますけど、もともとはその吹きのとうの2人とどういう風な感じだったんですか？歌を歌ってない山木くんっているんだよ、はいはい、曲を書いてる人、山木さん、まあ、コーラスやってる人、はい、彼とは大学で同級生なの。大学の同級生、うん、で細坪さんとは同じクラブも一緒、細坪くんは2年後輩。あ、細坪さんの方が下なんですか？下下下、あ、うん、そうなんですか、うん、え、同じ大学ですか？北海学園大学、おー、フォークソング研究会。そう、すごいですね。ちなみに俺はアマチュア時代に吹きのとうにいたんだよ。あ、3人だったんですか？3人の時と4人の時があって、俺一番声高かったんだ、細坪くんよりも。はいはいはい、その頃ね、3オクターブ出てたから。すごい、今でも声高いっすもん、高いっすもんね。いや今きついよやっぱり、無理してんの。いや結構高いっすよ。あの昭和な感じな感じ。昭和すごいいい感じですよね。なんかあの中さんの歌聞いてるとね、なんとなくこう、まあ落ち着くって言い方変ですけどね、なんかあの今みたいにこう、あの青筋張り、ここビャーってキーっていう感じじゃないんですよ。いや青筋張ってんだけど、だからそれ見えないようにこうやって、とっくりセンターにしてるんだよ。今とっくりとも言いませんからね、今ね。あ、そっか、ハイネック、そうそう、ハイネックだと、タートルネックとかそういうふうに。あ、タートルね、はいはいはい。だから、うん、ね、なんかあの昭和のこう、あのムード歌謡的なこう空気が俺好きなんですよ。今の曲なんかそうだよね。やっぱりなんかね、こう、あの聞いててね、うん、あの安心するんですよ。ありがとうね。なんとなく、やっぱり昭和の人間なんだね。いや、すみません。おい、で、その、まあ、吹きのとうがデビューしたのが、1978年でしたっけ？いや、吹きのとうは1974年。74年だ、うん。74年で白い冬が、そう、ダーンと。今だから40周年だね。そこで、うん、で俺不思議に思うんですけど、そこでなんで中さん参加してなかったんですか？うん、だから俺もその時吹きのとうにいないもん。ソロだったんですか？あ、なぜかっていうとね、うん、その当時ね、例えばギター3台、並んで椅子に座って演奏するみたいなのは、はい、かっこ悪いなと思ってたの俺。あ、つまり昔ガロってグループがいたでしょ、はいはいはい、でガロは結構好きだったけど演奏とか、でも3人がギター持って並んでる姿とか、はい、見てあんまり美しいとは思わなかったんです。タイプじゃないなと思って、ね、あ、タイプじゃなかったんですか。でそれで、いや俺吹きのとうにいたらなんかリードボーカルも取らせてもらえないし、だからソロでデビューを目指すからって言ったら、山木くんが、中、その言葉待ってたんだよって。あ、やらしいな、それでなんか少しあの山木さんのことをこう、やらしく。山木くんはなんか、それとなく中さようならって言ってたみたいな感じで。あれ、まあ俺振られちゃったんだよ。ああ、そうなんすか。うん、すごい残念。いやねえ、それでそうですね、あの白い冬があって、なんかね、うん、吹きのとうって言ったら、まあ、ちょうど我々世代ですね、うん、まあ、1965年ですけど、なんてね、やっぱりこうちょうどだからフォークソングが行き始めて、はいはい、まあ、白い冬から、まあ、我々の子多分チュンライとか、はいはい、あの当時ですわ、はいはい、あの頃のこう吹きのとうがわーって言ってる頃ですから、2人のイメージしかなかったんですけど、僕もだけどデビューした時っていうか、ええ、その時テレビとか見たら君がよく出てたよ。あ、そうですか。あれ13デビューしてたっけ、ドラマとか。あ、俺は78年だけど。78年でしょ。 CBS ストーリーですよ。あの私も昔あの CBS ストーリーでしたから。そうだ、CBS ストーリー先輩なんですよ。吹きのとうもそうだよ。ええ、もうあのみんな、まあね、昔はね、その頃レコード会社ってソニーしかなかったんだよ。いやそんなことない。そんなことないです。誤解を招くようなことやめてください。ね、その頃だから CBS ストーリーがあって、あの頃ほらエピックソニーとかね、
あったね、うん、あったんで、まあ、だからニューミュージック系とかフォーク系とかすごいあのアーティストが集まってきた時代だったんで、でも俺も君も歌謡曲系統だよね、はい、プロデューサーが、僕はどちらかっていうとね、プロデューサーが、それはもうしょうがないですああ、そうもうあの、まあね、あのくじ引きみたいなもんですから。そうだよね。ああ、もうしょうがないですね。うん、まあでもね、中さんがそうやって、中さんのデビュー曲ってどんな曲なんですか。遠い去り日って曲。遠い去り日、うん、あれがデビュー曲なんですか。それはね、コンテストに出て優勝したのさ。何のコンテストですか。ハッピーフォークフェスティバル全日本アマチュアフォークコンテストって、ほうほうほう、全国大会で中野サンプラザ、はいはい、優勝したの。それは何年のことなんですか。75年。だから。ポップコーンとかあの辺あいが あれ俺ヤマハ嫌いだ、大丈夫、大きな声で歌あかん大きな声で歌あかん、うん、苦手だったの。あヤマハサウンドみたいなのに馴染んでないと選ばれないっての分かったから、うん、あ、そうなんですか、うん、だからそういうのにはちょっと俺向いてないなと思って、はいはい、うん、でそれで、その実力で勝負できる全日本アマチュアフォークコンテスト、アマチュアフォークコンテストで、うん、そこで優勝したんですか。優勝しちゃったのさ。その曲で、もともとはイサリビって曲だったんだけど、はいはいはい、でレコーディングの前日に、プロデューサーに、はい、工藤君は松山千春君と同じように、はい、北海道に住みながら音楽活動するって言ってたよね、はいそうですって、はいはいはい、じゃあ北海道らしい歌詞に変えてみないかいってこと言われて、前日ですか。うん、前日。中曽根さんなかなかやるね。そうやってディレクターの名前出していいの。いやいやいや、いいっす。だってみんな知ってるから。あ、そうで、はい、いや、やっぱりやらなきゃいけませんかって言ったら、はいはい、いや、やってくれた方がいいなって、いつまでもやらないと君のデビューはなくなるねみたいなこと言われたから。あ、もう徹夜で書いちゃったよ。大人な感じですね。うん、大人の10。その頃中さんいくつだったんですか。27歳。じゃあ、十分大人じゃないですか。中曽根さんは40代だって。そんなこと言うじゃんか。一応ね。まあ、そうですよ。そうですよ。はいはい、でそれで、デビューを果たして。果たしたんだけどね、はい、俺、シングル1枚しか出してないんだよ。うんうん、あのね、デビューして半年後ぐらいにね、はい、まあ、新曲のレコーディングの最中に、はい、どうしても詩ができなくて、うん、で俺白い冬の作詞家でしょ、ああそれなりのプライドがあってね、ほうほう、で例えばプロの作詞家をつけるぞとかいろいろ言われたんだけど、あー圧力があったよくある、ああなるほど、なるほど、で俺それ嫌だから、はい、自分が書きますとかっつったら、はいはい、ある日帰ろうとしたら、うん、事務所の社長が、うん、お前逃げるのかっつって後ろから傘でつっついたんだよ。それで俺切れちゃって殴る蹴るをしてしまったのさ。ひどいねそれ。したら次の日から、はい、AM ラジオのレギュラー番組3本とか下ろされちゃって、はいはい、もう路頭に迷うような人生さ。そらよくさ、そらダメだわ、 あるでしょ干されるって、うんうん、まさか自分がと思っちゃって、ね、やっぱりね、暴力だとはダメ。もういくらいくら悔しい思いしてもね、とりあえずあの唇から血が滲むほど悔しがっても、まあ、手出しちゃダメ。それ気がついたの遅かったの。だってそれ30ぐらいでしょ。だったらいや、だから27歳で27でしょ、うんうん、俺16で我慢しましたよ。16だからいやいや16はいきますよ。なもだよ若かったら、まあ、まだ将来あるしちょっと我慢すればいいかなと思って、俺27だったからもうこの先はないぞと思ってたからじゃあね、あんまりね、こう、うん、あのネガティブの話でそうなんで、はい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 、今回の、うん、中さんだから年間で大体どんぐらいですか。 100本。あ、そんなにしてない。もっとなんですか。全然やってない。年間60本ぐらいで、今年は80本ぐらいになる予定だけど、おうおうおう、うん、ツアーね。で今やってるのが、うん、白い冬40周年、ね、そう、それ9月20日までなんだけど、うんうんうん、あんまり大っぴらには出してないんだよね。あ、そうなんですか。あの去年ちらっと40周年ツアーみたいなことやったけど、はいはい、今年は控えめに40周年ツアーのやる場所、だって去年行った場所にまた行くかもしれないじゃない。いや、わかんないじゃないですか。それ同じタイトル使えないじゃないいやいや、わかんないじゃないですか、それはね。違うところならいい。黙ったらわかんないですよ。いや、そういうわけにもいかない。俺ダメなんだよ、正直。でも41年目とか。あ、それはだけど9月過ぎてからだ。あ、そうですか、うん、なるほど、はい、で、大体こう年間で、その他の時は、うん、基本的に札幌ですもんね。そう、札幌にいるよ。本当にいるんですか。いるよ俺札幌にいるときは、ええ、すすきのの超高級ナイトクラブボストンクラブ、ええ、絶対休まないからねいやいやいや、俺がいないときはうちの奥さんがやってるんだよ。その冠のとこよくわかんないですけどね超高級ナイトクラブ、だからそれが超高級ナイトまではちょっとよい。ショーをやるステージもある、
あのチューさんが歌ってる場合もありますから、俺は歌わない、ね、本当にね、一度ね、あのススキノ行かれた日でね、ボスタンクラブで検索してもらえね、はい、今年のさ、北海道ツアーはさ、はいはい、一日俺とジョイントしないの？でまあいいですね。もうあのそれはね、あの、うん、またあの後ろ側で話します。裏側の話。はいはい、で、この今後の中さんの予定としては、はい、明日横浜行く。明日横浜。うん、館内ね、はいはい、北海茶屋殿っていう、ね、はいはい、居酒屋があるんだよね。うんうん、で居酒屋だけどステージがあってね、横浜銀杯とか来るんだよ。はいはい、でそこで。で館内ってね、横浜の館内ってたくさんライブハウスがあるの。俺の友達がやってるところもあるの。行っちゃダメって言われて、まあ、そこでしか歌っちゃダメ。あの大人の事情はね、大人の事情を置いといて、うん、で横浜終わった後は帰るよ。いっぺん帰るの？一回札幌帰って、27日に福岡行く。で28日に長崎行ってはいはい、はい、昼ライブやって、はい、夜は佐賀でライブやって、29日に君のライブ見に行って、長崎 で夜は9時から俺のライブがある、うん、あはい、長崎で。素晴らしいこと、素晴らしいことだ。その次の日はなんと長崎から大阪に飛行機で飛ぶんだよ。意味がわからんすよ。大阪でライブやってどんなスケジュールなんですか。次の日は神戸でライブやって、最後は神戸から帰る、はい、あ売れっ子みたいでしょ。すごいわ俺ね、自分でそういうスケジュールを組んでね、自分でね、俺って本当にすごいなって思うのが最近趣味なの。ああ、それすごいですね、うん、なんかほら昔ね、うん、あの鉄道が好きな子たちが、はいはい、あの時刻表見ながらね、うん、ここで乗り換えてここで乗り換えてって言われるように、うん、ね、よく言う、いや当てたって話聞いたんですよ、うんうん、僕はあんまりそういうのは好きじゃなかったんで、うんうん、あの細かいこと、細かいじゃないですか、うんうん、なんか乗り換えて何分とか言って、まあ、はいはい、そういう匂いがします。中さん、そんなことないよ。いやだってツアー組む前に大体もうスケジュールそういう風に決まってだからこうね、選ぶんだ。しかもだから中さん一人でね、車に乗るわけもなく、だからギター抱えてこの引っ張って一人で電車乗っていくんですよ。テカ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 。そう、大体各駅停車ね、うん、だって各駅とか乗ったら腰痛くなりません？強いもんね。立ってるから。ありがとうございます。筋肉バリバリ。すいません、私座って歌っております。というわけでね、あの中さん、そろそろ後半のステージの方、はい、僕歌うんですか？うん、あれ、あなたは？中さんは中さんの時間でございます。まだ、ね、というわけで今あの中さんの方で CD、売り出し中でございますね。うん、で中さんの方の CD、なんだっけ、あれ、はい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 、ベストアルバム、ベストアルバム、中ベスト、どこで聞いたな。中ベスト、中ベストだけど、くど中ベスト、あ、くど中ベストね。はい、帰ってる、入った、はいはいはい、おー、びっくりしたわ。ね、くど中ベストでございますね。今日はね、あのお持ちいただけてる、持ってきたよ、3枚だけ。あ、じゃ あ, あの早いもん勝ちで、ね、あの声かけていただければね、うん、4人目からはちょっと住所と名前聞いてすぐ持ってくるから、奥から、ね、というわけでございまして、はい、後半、工藤中さんのライブをお楽しみください、はい、ありがとう。僕にはね、まあ、こんなことを言っていいのかどうか分かんないけど、竹本君はそういう雰囲気出さない人だからいいんだけど、僕はあの一応子供が2人いるんです。まあ、もちろん奥さんもいるんですけど、まあ、僕はあのさっきから何回も言ってるように札幌に超高級ナイトクラブやってますから、僕がいない時にはうちの奥さんがやっててくれてるんですけど、あの、まあ、子供たちがね、僕がこうやって音楽活動をやっていて、まあ、子供が生まれる前からもちろんやってますから、当然音楽に興味をね示してくれるだろうなって思ってたの。全然そんなことなかった。僕は家を建った時もちゃんと1階と2階にピアノが入ってもいいように床を補強したりしたんだよ。入ってないんだよまだ工藤家は。なぜかというとね、うちの奥さんがお父さんのようにはならないで、お父さんはいいのよ、いつも旅して楽しいんだから、行きたいとこ行って歌いたい歌歌って、でもね、待ってるね、家族のことを考えるとねって、ねえ、僕がいない間はなんかお芋ばっかり食べてるみたいです。でもね、そんな感じのね、まあ
家族なんですけど仲いいんですよ本当は。で息子は今神戸にいて昨日札幌にちょっと帰ってきてるみたいなんですね。それなぜかったら先輩の結婚式だとかってフェイスブックでなんか暴れてる写真かなんかアップされてましたけどすげえなとかと思いましたけどね。娘が実は中学校時代にいじめに遭っちゃってそれから引きこもりになっちゃったんですけど最近、まあ、僕が提案して京都になんか芸術大学で通信教育の大学があるんでそこをちょっと勉強してみないかって言ったらやってもいいかなみたいな感じで言ってくれたんでそれがきっかけで多分彼女も修学旅行とか行ってないしでも、京都のねお寺とかそういうとこちょっと行ってみたいなって言ってくれるようなことがあればお父さんと一緒に行かないかいって誘ってみたいなっていうふうに思っております。残念ながら工藤家にはピアノが入ってませんけど歌だけは作りました。ピアノという歌を聴いてください。
まだやっていいの？あ、本当、ありがとう。いや、最近こういうね、番組とかも出てないしね、嬉しいわ。今度は冬に来たいな。ありがとう。多分9月までにまた新しいアルバム出すと思うから、その時に引っ提げてきたいな。よろしくお願いします。じゃあ、今その吹きの塔のデビュー曲、白い冬ね、耳にしたら、あ、ちょっと聞いたことあるかもしれないと思う人もいるかもしれませんけどね、40周年なんです。まあそれで吹きの塔の元2人のメンバーも、今は別れになっちゃってるんですけど、それぞれがツアーしてます。僕もやってます、最後に白い冬をお送りして、僕の出番はここまでよということで。忘れた、すべてあなたのことは
ありがとうございます。工藤忠さんでした。ありがとうございます。忠さん、ありがとう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、工藤忠さんでございましたね。この後はですね、今月の1曲ということでね、ちょっとしばし、準備する時間をくださいませ。はい、ありがとうございます。というわけでね、今月の1曲でございますね。まあ、私的にもね、こう、うん。今日はね、忠さんがね、ゲストということでございましてね。まあ、ちょっとまあ、どちらかというと、こう、非常にフォーク色が強いだろうなという、大方の予想通り、フォーク色がすごく強い。まあ、なんかこう、安心するというかね、落ち着けるような、ライブを見せてもらいました。まあ、忠さんね、元気なんだよ。とりあえず、まあ、元気ってのはいいことなんですよね。やっぱりね、まあ、ロングトーンでキーッと伸ばしてるとき血管切るんじゃないかと思って、俺すごいハラハラ、横でハラハラして見てたわけですよね。でもやっぱりなんかこう、あんだけね、60、今年5になる年で、あんだけアクティブに動き回ってる姿を見ると、いやいやいや、負けてらんねえなってやっぱ思うわけじゃないですか。まあ、最近ね、こう、このミュージシャン業界でもこう、先達たち、いいよ、だから千代さん。ね、先輩たちがね、むちゃくちゃ元気でね、私より、まあ、ちょうどだからね、遠上から、あ、まあ、年、一回り違う甲斐さんとかね、佐田さんとか、あ、じゃあ、まあ、もうみんな元気。あの人たちはね、何食って生きてんだろう。まあいいや。というわけでね、今月の1曲、お聴きください。流してみたい。いつか振り向けば熱い日差し受けて輝いてるだろう、君と僕の愛が。
俺の中に住む負けず嫌いたちよ、今残らず飛び起きてこい。俺の中に今挑みかかるだけの夢、大事な夢が見えるよ。二度とない時に熱を力をありったけぶつけてみたい。いつか振り向けば熱い日差し受けて輝いてるだろう君と僕の愛が。いつか振り向けば熱い日差し受けて輝いてるだろう君と僕の愛が。この感じとこうなんかこう空の明るさが違うとどうもなんかこう違った感じがするんですけどね。まあ、もちろん3月でございます。3月、今はねあのちょうどだからお彼岸の、昨日が中日春分の日でございました。で、まあ、それから1日経ってね、まあ、大体このお彼岸、春分の日を真ん中にした前後、まあ、1週間ですねが、まあ、春の彼岸と言われるわけでございますけどね。皆様あボタン餅食べました？道行寺っていう方もいらっしゃいますよね。まあ、いわゆる桜餅みたいな形なんですけどね。あのぼた餅、春のぼた餅、秋はおはぎってよく言うわけでございますけど、ぼた餅って何のことか分かります？まあ、この時期ですからね、まだ寒いじゃないですか。あのボタンのような丸いお餅のことをぼた餅って言うんですね。でおはぎに関してはほらあのまん丸じゃなくて若干こうちっちゃめの俵型にする、あれがこうおはぎなのです。あれが、まあ、いわゆる秋でございます。で、あのあんこに関しても春に関してはこしあんですよね。で、こう秋に関してはつぶあんを使ったりする。まあでもね、まあそうやってまあいろいろその炭焼きをしてたりするわけでございますけども、あんこもそうなんですけどね、なんかこうぼた餅っていうとなんかこうどうしてもこう棚からっていう頭がねつくつってするわけでございます。でもやっぱそれぐらい嬉しいことだったんでしょうね。それをだからこうあのご先祖のね、にあのお供えをして今も、あの今年もよろしくお願いしますじゃないですけどね、あのいろいろこうあの戦争 あのご先祖のことを敬うっていうような風習、これなかなか日本にしかないような風習だというふうに話を聞いております。だから、まあ、春の、ボタン餅、秋のおはぎ忘れないようにね、あのこしあんが私好きなんだけどつぶえの方がいいとかそういうふうにわがままは言わない、そういうもんなんですね。というわけで、ね、竹本家ライブインターは3月第4週にお届けしたわけでございますけども、まずさあそうだね、来月のゲストのこと言っとこうか。来月のゲスト、シークレットです。来月のゲストはシークレットです。シークレットユニットが、ここに登場するっていうふうな話を聞いてます。来月ですからね、まあ、4月の26日ですか。26日でございますね。私の誕生日のイブイブでございますね。イブイブって一体何なんだと思いますけど、そういう風な、時に、ここで一体何が行われるんだろうと、1時間の間に収まりきるかどうかちょっと分かりませんけども、なんとか収める方向で考えてますけどね、まあ、そういう方々がここに、ね、いらっしゃってくださって。色がいくわけでございますね。4月の28日になると私ねちょうどまあ半世紀でございますね、50の年を迎えるわけでございますね。でも今日ねあのゲストで、来てくれた中さんに比べればねまだまだねケツの多い若輩者だというふうに思います。やっぱりあの先輩たちがねこう頑張って引っ張ってくれて、まあ次はねやっぱりあの我々がねこうバトンを渡されなきゃいけないんでしょうけどね、先輩がなかなかリードしてバトンを渡してくれないっていうのはよく分かりませんけどね。まあでもね、まあちょうど3月から4月、3月ってなんとなく別れな雰囲気するじゃないですか。でも4月ってなるとなんかいきなりこう出会いの雰囲気に変わるんですよ。
な、そうやってね、この時期、なんか今のところね、なんかこう PM2.5 だとかね、九州の方とかね、四国の方結構来てるみたいです、まあ、黄砂だとかね、もうすごい、街中が霞んでるっていう風な話を聞きますけどね、まあ、その辺のこと用心とかいろいろしながらも、まあ、せっかくこの時期植物がねこうガーッと動き出す、いきなり動き出すいい時期です。目いっぱいこの春を楽しんでいただければ、幸いかなと存じます。来月も、第4日曜日、ね、来月は通常通り17時から、ここでね、東京タワー、特設クラブ333でございます。今知ってます、東京タワーね、ワンピース店やってます、ね、でもあれしかも常設だからね、すごいですよ。まあね、俺もねちょっとね、あとでちょっとちょっと行ってみたいと思うんですけどね、もうね、ちょっと惨事好きなんですよ。まあいいや、そんな話だったんですよ。というわけで、来月またここでお会いしましょう。皆さんどうもありがとうございました。ゲストの工藤さん、ありがとうございました。東京タワー TV の第3部は午後6時からバイオリンとピアノによるインストゥルメンタルポップスユニットソーシズのライブをお送りします。それではまた7時にお会いしましょう。6時かな、6時にお会いしましょう、はい、ここまでのお相手は永松ひかると榎本さゆりでした。